梅ヶ島金山は、駿河国安倍郡で採掘されていた金山である。現在は平山。梅ヶ島金山は、梅ヶ島村の日陰沢金山、菅野拓金山、及び乳頭村の湯の森金山などの総称であり、伊川村の笹山金山を中心とする伊川金山も、含めて安倍金山と呼ばれる。梅ヶ島村においては、 仁徳天皇の代に初めて金を朝廷に、献上しており、縁起2年にも算出があったという。協禄年間には、今川氏の地下に繁盛し、これを、元栄、その後、慶長年間の徳川氏の地下による繁盛を、中栄と呼ぶ。今川期によれば、安倍軍の近郊は、協力以前から採掘され、栄城年間以来、幕府役下へしばしば金を送っているという。 英雄16年には、今川氏近が年礼金十両を幕府に申定し、協力4年には、氏近の兄にあたる、中見角信種の男の信姫の元へ金を送っている。佐根高校期には、英雄年間以来、今川氏から公家に金が送られた記事が散見される。英雄14年、今川軍が、東都海守護の芝義立の居城引間城を攻めた際、安倍の金堀州らに、 城内の井戸を掘り崩させて攻め落としたことが、早朝日記や今川家府に記されている。駿河信仰の後、永六年間末期には、梅が島金山は、武田氏の直領となり、元気元年に、梅が島の地侍、百姓に当てた、武田氏衆院城に、序全然固め、御領所、佐野ありその胸、お上三義東歌手を務むとある。 武田氏滅亡後、やがて梅が島は、中村一氏の所領となるが、慶長3年の豊臣氏の、倉納目録には、駿河9枚、駿河黄金山、中村式部将有となり、この時代、諸国の金山雲上学と比べても、駿河の金山はそれほど盛り山ではなかった。慶長交番、大谷邦中村氏天保後、梅が島は、徳川氏の天領となり、 慶長6年頃から金鉱の積極的開発が始まった。今川時代は安倍川流域の砂金採集が中心であったが、江戸時代に入り行動掘りすなわち、漢方官業も盛んに行われるようになった。山金は当初は寸府の小判座で慶長小判に鋳造され、慶長17年に寸府金座が銀座と共に江戸へ移転した後も、佐王金は江戸に送られ、 小判の材料とされた。慶長の盛山は、現な年間頃もなお継続したが、その後衰え、金山は、幕府直轄から村受けに変更となった。梅が、島村、伊川村ともに、米作は海無に等しく少量の麦、雑穀、芋などを作り、木材、層、茶などがこれを補充していた。このような生産条件により、村民にとって、 最近家業は常に重要性を持っていた。慶長年間の行動掘りは、費用労働の供給源となっていたと推定される。状況元年には、寸府町人、桑名や六郎兵ら28名が、大官、近山六座衛門を通じ5年限りとして、勘定奉行の許可の下、日、影沢金山を開発して、半城を取り戻し金6000両余りを運上していた。 上京3年には出勤も少なくなり2分山となり、無用となった梅ヶ島、入島、以下は七河村の鎖、三倉五番所が入札をもって払い下げられている。五か年の期限後、お手山となったが元六四年には村受けとなった。ところが、法営四年に起こった法営地震によって観光が崩壊したため、行動を維持管理し校内の水抜きを行うため金山の 開発を受け負った商人、桑名や六郎兵は、聖徳三年、時の代官、鈴木小右衛門に五金三千五百両を七年付で、拝借を願い出るに至った。この地震では金山に近い安倍川支流の大谷、川源流で大規模な大谷砲が発生し土砂が流れ、天然ダムを形成して、大池ができ、梅が、島村富ッさんも林は淡水により年々埋没した。 京宝七年には、おはやしのに、3が埋没するに至り、古木も多くなり、回り道を余儀なくされ冬は雪により、百姓らも通路に難儀したため、梅が、島村名主あ門は、大干書に、百姓救済のため船道具作成用の枯れ木を、払い下げいただくよう請願した。宝永五年六年は、金山止山となり、保護のため採掘が禁止され、 村民は困窮し村受けを申請した。翌法永7年から聖徳2年までは漢字金7両の運上で、村受け、聖徳3年から教法6年までは新金3両3分運上で、桑名屋が受け負った。教法17年から5年間、江戸町、枠屋現在門が敷屈を行い、村民が追堀り薬金を上納し、 廃鉱石や先後採取し小玉金にして売っていたが、教法20年には、漢方6カ所から出水し水抜きに費用がかかり、採算が取れず衰退していった。天保9年には土砂崩れが発生し、採掘は中止され、金堀周らは大谷法の堆積地である梅が、島神殿に移住していった。日影下下沢に近い梅が島神殿の民家の庭先には、 金山で鉱石をすりつぶすために用いられた石臼が残る。その後採掘が再開され、昭和10年頃には世紀もあったが、第二次世界大戦後に閉山された。現在は日、影沢金山の坑道などの遺跡を回る遊歩道が整備されている。梅ヶ島日、影沢金山の金鉱石は、古生代の年番岩を通る、京石脈中に、 気鉄鉱を伴い面出する自然金である。この地域は、糸井川静岡構造線が東側を通り、瀬戸川総群が分布し、古代山系中の石英、崩壊石脈に由来した金鉱である。金星の鉱山における幕府が直轄した直山。金星において幕府による材木伐出がやれている山。ありがとうございます。